皆様おはようございます、いつもぶたらしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、この季節の変わり目っていうことでね、そろそろ体調管理しっかりしなくちゃいけないよってことで、俺かそれみたいな感じでね、ちょっと成長していきましょう、成長作用バッチリだね、こんにゃくですね。はい、それではね、本日はこんにゃくを使ってステーキ、こんにゃくのステーキですね、ステーキにステーキにってね、このままステーキにしちゃってもいいんだけど、食いにくいんだよね、こんにゃく食うのにさ、ナイフとフォーク必要ねえだろーみたいな感じで、本日はサイコロステーキでね、お箸でつるるんこと、でもな、こう飛ぶんだよね、こうお箸で使うとピョン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 みたいな、まあいっか。はい、それではね、まず下処理入ります。斜めにね、ガツンガツンのね、包丁で切り込みを入れましょう。こんな感じね、わかる、こんな感じね。はい、そうしたらね、今度これを対角線上にまたね、ガツンガツンパララインね、ガツンガツンパララインねとね、はい、こんな感じでね、カノコ模様っていうのね、こんな感じになりました。はい、そうしたらひっくり返してまた同じこと繰り返しね、ガツンガツンカツリング、ガツンガツンツリリコ、ガツンガツンツリリング、ガツンガツンツリリコ、ガツンガツンツリリコ、ガツンガツンツリリコ、早送りでお送りいたしました。はい、こんな感じでね、味が染み込みやすくなったんじゃねみたいな感じではないでしょうか。そしたらサイコロ型に切るんだけど、これ業務用のこんにゃくでけえな、まあいっかね。じゃあこのサイコロガータにね、キュービック状に切ってまいりましょう。こんな感じ、ズリリンコと、ズリリンコと、大きさ全然違うぞこの野郎みたいなね、感じではございますが、まあそんなことを気にしたらね、もうこの料理の世界で生き残っていかれないんでね、とりあえず私も生き残っておりますってね。はい、ね、サイコロ型にパッツンパッツンパッツン、全然もうこれ長方形だからもうね、いいよ、まあ長方形でもね、もうしょうがない、やっちゃったもんしょうがないね、まあ反省しても後悔するなってことね。はい、できました。そうしたらこれお鍋の中にドップンドップンドップンこですね。はい、そしてまあ下処理ね、これお水張ってちょっとアク抜きね、ほらこんにゃくって結構さ、なんか独特の匂いするからね、その匂いとさ、アクを抜くためにね、お水入れて、10分ぐらいね、ガツンガツンとお湯で煮てまいりましょう。はい、例えばね、バーナーコーナーの方にやってきて、強火ですね、水の中にパッチャンパッチャンパッチャリンコね、こんにゃくを入れてね、アク抜き臭み取りですね、やっていきましょう。まあ沸騰してから7分ぐらいね、合計で10分ぐらいやっときゃいいんじゃねみたいな感じになります。はい、それではね、その間にですよね、付属品のお野菜ちょっとね、切っておきましょうね。あれお前今日何作るのってことなんですが、こんにゃくステーキ、あ、さっき言ったね、こんにゃくのサイコロステーキ、もうガーリック入っちゃうから、こんにゃくガーリックステーキだね。それではね、お野菜の方を切り刻んでまいりましょう。はい、今日一緒にね、添え付けたいの、これのすごい変な形してね、この玉ねぎね、まあいっかね、ネギ玉ですね。はい、ネギ玉のこのね、ケツのとこパッカリな取ってね、ズリリンロンとね、皮を見ていきましょう。ね、こっち側も少し切っちゃうと楽だね、スコリンパとね。はい、あとはこの薄皮のとこにこう包丁入れてガツンガツンと剥いていくだけね、そうすると綺麗に皮取れますよ。必ずこのケツの方からさ、やんないともうどん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 剥がれちゃう、こっちの頭の方からやっちゃうとガツンガツン身が剥がれちゃうからね、その辺気をつけてね。はい、こんな感じでね、ネギ玉剥けました。そうしたらあとはピーマンだね。はい、ピーマンがっつりだとね、蹴って、で種は捨てましょうね。はい、種をガッツンガッツンバッツリなとね、はい、こんな感じになりました。はい、そうしたらまあね、これピーマン彩りなんでね、まあちょっと長めに切っていくみたいなね、感じではないでしょうかね。はい、切り終わったらボウルの中にバッツリなと、玉ねぎ半分ぐらいでいいね。はい、玉ねぎちょっと甘み出したいんでね、玉ねぎね、まあそれと野菜あった方がいいんじゃね、ステーキにみたいなね、こんな感じでお願いします。半分ぐらいだね。はい、ピーマン&玉ねぎだね、切り終わりました。で本日ガーリックステーキってことでね、ギャーリックですね。はい、ギャーリックね、まあこれ適当なね、大きさにガツンガツンと刻んでいきましょう。ガツンガツンパラライネですね。はい、こんな感じでね、下準備できましたとね、あとはこんにゃくがね、ゆだるのを待つだけ。そっからね、また調理スタートします。おっと、その間にステーキソースね、作っといてください。ステーキソースは、別動画ね、ステーキソースまかないでね、検索していただけると、もうバッカンバッカン出てくるんでね、そのステーキソース作っといてください。もう簡単だから。
確かね、醤油、砂糖、みりん1:1:1のニンニクすりおろし少々の生姜すりおろし少々ね。それで辛いっていう方はね、ちょっとみりん増やしてください。はい、それではね、こんにゃくの上だるのをお待ちましょう。はい、お分かりになりますでしょうか。こんにゃくの方ですね、下茹で完了しました。沸騰して10分ぐらいですね。はい、それではね、これをザルにあげてよく水で洗ってね、炒めてまいります。ステーキうまいよ、こんにゃく。はい、それではですね、こんにゃくの方ですね、はい、炒めてまいりましょう。まずフライピンですね、フライピンの方に油ね、ガツンガツンパララいねと、はい、添加してあります。はい、なじませりの、なんだこの白いごまみたいな、添加すか添加すか、なんだ、不純物は取り除いて、はい、はい、それではね、こんにゃくの方バッチリやっぱり入れましょう、ね。はい、これ結構激しくね炒めていきますよ。こんにゃくの表面に焦げ目がつくぐらいね、そうすることによってね、ステーキソースの馴染みが非常に良くなりますね。このままステーキソースバッチリなどかけるともうツルンツルンしちゃって、もうこんにゃくからソースがペラッペラッペラッとね落っこっちゃうんでね、ややね焦げ目がつくぐらいね、焼いてまいりましょう。はい、お分かりになりますでしょうか。炒めること1分ぐらいですね。こうやや焦げ目がねつきましたね。はい、ガッツンガッツンと、はい、そうしたらねお野菜加えます。玉ねぎと切ったピーマンですね、それからガーリック、そして彩りにね、鷹の爪ね、4本ぐらいね、ピリ辛味でお願いいたします。俺カレーも綺麗だよって方はね入れないで、オッケーオッケー、ベリーオッケーでございますね。あとはね、こんな感じで野菜をガツンガツンつるりんこと炒めてまいりましょうか。ちょっと油少ないから油足すね、ちょっとね、はい、油をかっつりだと、ね、おーおーおー、跳ねるよ跳ねるよ、ね、はい、ガンガンガガンガガガンガンと、はい、こんな感じでね、ピーマン、玉ねぎ、ガーリックがね、いやいや火が通ったところでね、最後ステーキソースぶっかけて、これねもう完成となります。ガツンガツンクリリンロンと、こんにゃくのくせに彩りいいねみたいなね、こんにゃくの灰色、玉ねぎの白、ピーマンのグリーン、そして鷹の爪のレッドですね。はい、こんなもんでオッケーオッケー、ベリオッケーですね。はい、そしたらステーキソース回しかけます。ダラランランと、はい、おわすげえ、もうステーキの匂いしてきたよ。もうこれもうこの換気扇から出るこのさ匂いをさ、空港にいる人は、おっんだよマネキン、ステーキ焼いてんなこの野郎みたいなね感じの香りではないでしょうか。でもステーキソースがやや詰まったところでね、完成となります。もういいかな、いいね、はい、詰まった詰まった詰まりましたよ。はい、それではね、お皿の方に盛り付けて食してまいりましょう。こんにゃくサイコロガーリックステーキ、長い長いね、こんにゃくガーリックサイコロステーキ、ちょっと順番変わったけど、ちょっと器の方に移して早速食しましょう。はい、テーブルの方にですね、こんにゃくガーリックステーキですね、運んでまいりました。非常にね、ガーリックのいい香り、漂っております。彩りもやっぱいいね。それではね、早速食してまいりましょう、ね、この季節の変わり目ね、ちょっともう夏に暴飲暴食しちゃったから、そろそろね胃腸を整えなくちゃいけねえんじゃねえのみたいな感じでね、このこんにゃくの繊維数、ピーマンのビタミン、ガーリック、そして玉ねぎのアリシンね、はい、そして鷹の爪のカプサイシンとね、もうこんにゃく数の繊維数すごいからね、もうこれでバッチリ秋の味覚楽しめるぜみたいなね、体に整えておきましょう。はい、ということでね、食してまいりましょう。まあ、鷹の爪入ってるんだけどね、まあしょうがないこれね、もうお決まりだから、これね一味とかでガツンガツンピリリーのだね。はい、そしてこんにゃく、あ、切れてないよ切れてないよ、ここねパッカンと切ってね、まあ、これよ、この切り込み入れることによってつかみやすい、焼くことによってつかみやすいね、これやんないともうツルン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 、もうこんにゃくどっか飛んでっちゃうからねこれね。いただきます。もう絶対熱いやつだから気をつけて、しかもこれ辛いんじゃないのみたいな、いただきます。カレー、いや、このガーリックの香りとこの辛いです辛い、このガーリックの香りと、もうやや甘めのステーキソースの味がもう相まって、最高だね。玉ねぎからも甘み出しましたじゃあね、感じで話しいただきます。カレーや、いただきます。カレーや、カレーや、
弁当のおかずにもね、彩りいいしね、うん、栄養満点、繊維質たっぷりだからね、これね、うん、いただきます、うん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 、アキーバー入ります、うん、うん、玉ねぎうまいね、うん、甘くて、うん、うん、うん、玉ねぎ入ってるガーリックね、うん、うん、うん、火通すことによってさ、このガーリックも、うん、ね、すごいホクホク甘くなるからね、うん、美味しいね、うん、最高じゃないこれね、うん、値段的にもさ結構コスト安いよねこれね、うん、まだフライパンにかけて残ってもよそり切れなくてねみたいなね、うん、玉ねぎも最近なんかすげえ安いしみたいなね、うん、ピーマンはまあまあ高いか、まあでも1個20円ぐらいで買えるんじゃないんだよね、うん、鷹の爪その辺に生えていたんでうちの場合、うん、こんにゃくも100いくらとかだよね、うん、買えるんでこれも間違いねえでしょみたいなね、いただきます、うん、おいしい、うん、またさ、こんにゃくの歯応えっていいよね、うん、おいしい、うん、しかもほら豆腐とかこんにゃくとかさ、ね、この味の名門にこのステーキソースガツンとこう染み込ませる切り込み&焼きによって味が染みるぜみたいなね感じる、もうこれ冷えても絶対うまいですからねこれね、うん、いやー、こんなの弁当に少し入ったら嬉しいんじゃないのね、いただきます、うん、うん、おいしい、うん、玉ねぎうまいね、やっぱステーキってくると玉ねぎって合うよねやっぱね、うん、いただきまーす、うん、おいしい、ちょっと、うん、うん、熱っ、うん、熱っ、うん、熱いけどうまいです、うん、うん、最高だね、うん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 、やっぱこのこんにゃく、あれだね、やや焦げ目がつくぐらい炒めたこのシャキシャキしてほんとうまいね、うん、いただきます、うん、うん、おいしい、うん、味しみしみだわこれ、うん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 、やっぱ結構辛み出すねこれね、うん、一味振ってないところでも結構辛いですねこれ、うん、まあ、辛いの嫌いな人はもう入れないじゃん、う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 ん、まあ彩りみたいなもんだね、はい、ということで本日も最後まで無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、こんにゃくのサイコロステーキ、こんにゃくガーリックステーキの作り方ね、うん、これ動画にしてみました。本当に非常に美味しいんでね、美味しくてね、ローコストね、それで栄養満点ね、うん、こんないいレシピがあってよろしいんでしょうかね、秋を迎える前に、まあほぼ秋なんだけどね、秋を迎える前に皆様ね、体の調子を整えるための一品ということでね、お送りいたしました。はい、そして皆様に一つお願いがございます。動画このモチベーションを維持するために皆様の温かいグッドマーク一票を入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。またお会いいたしましょう。良い一日を。じゃーん、こんにゃくうまいよ、うん。